スで起きているエピデミックについて情報班スタッフの一人が何か情報をつかんだらしい。だがそのスタッフは現地 BF に身柄を拘束されてしまった。場所は採掘場の西にある監視所だ。モス、至急この情報班スタッフを回収してくれ。エピデミックの根源へ通じる今唯一の証人だ。電撃モード。
監禁された場所は端末の写真で確認するんだ。力は計り知れん。